はいどうも皆さんこんにちは、ソルトです。スカイリム、前回のね続きからやっていきたいと思います。現在ですね、このスチュ&ゼル武器庫というところの調査をやっているところでございます。はい、ちょっと顔がねすごいことになってますけれども、このままねこの先行ってみたいと思います。なかなか敵が強いんでね、かなり苦労してます。鋼鉄のボルトあと27発しかないのでね、ちょっと結構きついかもしれないですね。でね、次はねちょっと回復薬をね作ろうと思いますね。次来るときはフォーク、あと死体があるな。あそこ前回出たのあそこから私出たみたいですね、どうも。さあこの死体を取って、周りになんか変なの湧いたりしない？これ絶対動き出すだろこいつ。試す？動かない。動く気がしてならねえなあ。さあ行こうか。とりあえずクラグの日記ですね。竜の下、昇魂、勇気作成はいらない。動くなよ、これ相当怖いなあ。フルート取っちゃった、いらないよフルートなんか。その他フルート少しでもいらないものはね、ちょっと本当動かないのこれ相当怖いんだけど。これ動くというか、これ防具かな。いや違うよね、絶対ロボットだよね。前回ロボットに1回襲われてますからね私。チーズの切れ端ちょっともらっておこう。死体いらない。帝国軍がね意外といるのよ。あれ、その前にちょっと待って、リディアさんどこ行った？あれ？リディアさんちょっとこっち来ようよ。リディアさんちょっと動くのやめてない？あなたちょっと。私がついてますよ。はい、何ですか？何が必要ですか？こっちにおいで。ちょっとリディアさん一緒に来ないと俺ちょっと寂しいよ。てかむしろちょっと怖いんだよね。敵は見当たらないかな。他に何か？オッケーかな。上なんかありそうだね。お、なるほど。これ前回通ったところかな。向こうから来たのかな。こんなところにちょっとした道あったんだね。さあ行こう、入るぞ。リディア行こう。ああやばそうだね。ちょっとマップを確認しよう。あ、初めてだ。ここにアイスボルトの設計図で、ここに死体があるんだね。なるほど、近いね。死体はあといくつ見つければいいんだ？あと1個だけだね。オッケー。さあ慎重に行こう。もうせっかくここまで来たんだからね。まだまだ敵いるだろうしな、どうせ。ここの辺りにはいないのか。なんか回ってるこれ。あ、違うか。さあアイテムはパッと見ないかな。いないな。絶対いそうなんだけどね。リディア以外の足音が聞こえるかもしんない。いた。やば、失敗した。ごめんリディア。リディア来るなよこっち。リディア邪魔。やばいぞリディア、やばいぞ。ドンガードの盾。あのね音がしない。オッケー。あともう一体いるな。なんかね、音がなんか止まった。なんかいるよね、まだ。あのね、壁の影いるよね、あれ。オッケー、オッケー、オッケー、うめえぞ。オッケー、うまい。いい感じだ。お、なに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 。罠があったわ、ここに。これだね。運が良かっただけだ。しゃがんでたからたまたま当たらなかっただけだね。さあ、ファルメルチェック。ゴールド、耳。耳は毒が作れるのかもしれないね。ファルメルの剣ね。いらないな。いるな。シルエットが見えるぞ。この辺、はい、撃つぞ、どんどん撃つぞ。乱射しすぎだろ。オッケー。リリア恐ろしいね、やることが。結構容赦なく乱射してたよね。あと、あの向こうにいそうなんだけど見えない。これかな。ほら、違うの、当たんねえ。ゴールド、ファルメル、毒、ボルト2。あれ、ファイヤーボルトもう1個持ってる。オッケー、いいよ。重量が重すぎる。じゃあファイヤーボルト1個使おうかな。せっかくだからね。これ当たれ、当たれ。当たった、当たった。これか。いい、当たれ。強いな。この辺だ、あれ。ほら、使い勝手が悪いな。オッケー。なんだこのアングル。アングルおかしいだろこれ。いやいや、アングルおかしいから。当たってねえのかよ、しかも。ちょっと待って、これもう、この武器いらないわ。もういらない。オッケー。なんか相当遊んだな。鋼鉄の両手をのゴールドはもらっておこう。薬剤師のカバン、ニンニク、すげえ地味だったけどね。お、死体は見つかった。死体はあったぞ。あ、意外と近い。ストービン、ストービンの日記。ヌチュ&ゼルの自動防衛を再起動させる。なんだろうね、再起動させていいものなのか、これ。重量が重すぎるか。ちょっといらないもの捨てようかな。雷撃とかね、強いんだよね、意外とこれ。でもいらないよね、実際使わない。雷撃使わないしね。何が重いのかな。いらないのがちょっとありすぎるか。ちょっとね、本当は解体というか解除しないといけないものがちょっと多すぎるよね。これいらないか。重量8だろ。 3.5ちょっと毛皮系がいらないのあるんじゃないの、もしかしたらね。あったあった、これとか重いからね。クマいらない、鹿もいらない、鹿もいらない。これでとりあえず重量あと1だね。これもいらないね。よし、これもいらない。これでとりあえずはね OK だわ。なのでこれで武器でよし、これでいこう。は？どっかこれ敵近くいるよね。誰かにね見られてんのよ。なになにこれ、これちょっと待って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 、なんかすげえ来たよ。オッケー。オッケー。すげえまだいるよ。これはきついね。さあよし、さあガードオッケー。っていうかリディア強っ、魔法それ二刀流強いね。これはあいた、魔法耐性ダウンか。お中鉱石、これは嬉しいぞ。おお痕跡嬉しいな。これガーネット、月長石重すぎて走れません。そうか、じゃあもうこれ使わねえや。これいらない、これいらない。ドゥーマの歯車、ドワーフのボルト、マジか。これは持っとこう。こうボルトがあんだ、やばいね。敵強かったな。おお殺されてるよ。ファルメルがやられてるね。まだ敵いる。大丈夫っぽいね。これか。きた、アイスボルト、ガーネットゴールド100、ドワーフの盾はいらない、これもいらないね。大丈夫、なんか動いたっぽいけど。回復台でレバーで動かすのか。これが再起動、こっちか。開いたね。いいのこっち開いて。おお新しいイベントになるのか、それともなんか今までいけない扉が開いてなかっただけか。これまあクエストとしてはとりあえずまあ終わったかな、2つとも。あー難しかった。安心していいのかな。これ宝箱か、あれ。お忍び、これすげえわ。これ指輪すごいな。これ今特に装備してないんだよな。でも体力の方が良くないか、これ。お体力、これ装備しよう。あれこの下だよね。これ下降りればいいんじゃねこれ。リディアこれいい、俺降りるけどいいからいい、ね、じゃあそういうことでリディア近道来たけど、これなんだこれ。うわすげえ、ライトがついたからこういう感じになったんだね。リディアついてこれる、降りてこないかなさすがに。これ一回来たところだよね、合ってるよね。そうだよね、ファルメルやっつけてるし来たところだよね。よしさあ出よう。ヌチュ&ゼルなんか戦ってる。おいちょっと待て、防衛機構とか動かしたせいでなんかロボット動いてねえかあれ。さあやるか。援護した方がいいかなこれ。なんか来た来た来た、目の前にいるよ。さあ行こうリディア。さあおいおいおいお前なんだお前。あいた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 。ちょっと待て待て待て、こいつは恐ろしいのが来たぞ。ちょっと待てよ、回復しよう回復。これでいいか、ドンと。オッケー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 よ。うわすごかったわ。ちょっと回復するわ。あれちょっとね見たいわあいつ。額が落ちちゃった、ぶっ飛んだね。なんかいっぱいいるね敵。まあいいか、大したの持ってねえはずだよ多分。ここはさっさと出よう。さっさと出るに限るぞこら。ファルメルちょっと笑ってしまうけど。さあこっから降りて戦うかさっさと。よいしょ。このファルメルと戦ってたやつがいるはずだから、ファルメル2体ぐらいいるねあそこ。おい落ちて死ね。オッケー。よしこんなもんかな。リディアついてきてないよねさりげなく。あとねドワーフのボルトが手に入って嬉しいよ俺は。いるオッケーオッケーオッケーいいよ。これせっかくだからこれ下に行ってでかいやつの死体も見るか。あれリディアさんどっから出てきた。ちょっと死体探しに行こう、でかいやつのね、でか物の。お精鋭、これ開くのか。もう惜しいな、惜しい惜しい。オッケー宝箱だ。ゴールド話術スキル15ポイント増加いらないな。多くの片手剣いらない。ゴールド金鉱石、はい、ゴールド、耳、もう耳で毒が大量に作れるんじゃないかこれ。ゴールド、耳、オッケー。あとはデカブツだよ、ゴーレムみたいなやつ。あいつの死体どこ行った？どこで戦ったっか。あそこから落ちたのか。だからこの辺落ちてんじゃないかな。こっち側に落ちてるはず。この辺に落ちたよね。暗すぎてわかんない。ああ、どこだ？ここじゃないか。この辺から落ちたのかな。リディア、どこにお前落としたよ。ここから落ちたような気がするんだけどね。ズドーンと。いた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 、こいつこいつ。チェック。なんだこれ、なんて読むんだろうね。黒炭のいらないけどね、強いよねっていうか、サファイア。初めて見たぞ、すげえ綺麗じゃん。センチュリオンのダイナマコア、いいね。この辺はいらない。これが気になるけど、これはまあいいか。うわー、よいしょ。ふう。さあ帰ろう、リディア、帰ろう。よし、今回は大収穫じゃないかこれ。これに帰るの？いや違うよね、これは違う違う、これは違う。よし、あ、ここじゃない、ここじゃない。さあもうこんな暗いところはゴリゴリですよ。思った以上にきつい戦闘になったし、ちょっとね、外の空気が吸いたいですね、もうそろそろ。まあそれに見合った収穫も結構あったんですけどね。あれ、どこ行けばいいの俺。マップ確認。ほう、あそこ、あ、なんか違うよねこれ。あれ、違うね、ここ外だもんね。俺今から行くとこどこだよ。あ、まだこれだ。こっちの方かもしんないね。ファルベの大勢は十分なはずだ。他に誰かが探索隊を探していないか調べてみようって。これがまだあるんだ。途中で出たクエストですからねこれが。はあ、どれだ。どっかのドアに印がついてるはず。これ降りるか。えい、オッケー。いって、ダメージ受けたよ。あれ、あっち側飛び降りてみるか、とりあえず。よいしょ。ここではない、あっち。これか。あれ、これじゃないな。この上？よし。あの上だ。この上のゾーン、どうやって行くんだこれ。生き方がわからない。やばい、変なところで私迷子になってますね。どこだよ。どうやって行くんだこれ。上から降りるか。あそこだね。だったら飛び降りるしかねえな。生き方わかんねえしな。あ、これ降りれるわ。降りれるというか、これ普通にいける。いけるか。おい、いけない。なんか壺とか持てるものないかどうか。これちょっと段差を作っていくみたいな、そんなゲートではない、さすがに。こういう器でよいしょ、器で段差作ってさ、この器で段差作ってジャンプ的な、そんなゲートはないか。ほらあれ、さすがに無理。あれ、器どこ行った。上がれない。あそこなんだよね多分。ということは降りるしかない。飛び降りてうまくいく。ちょっと高すぎませんかこれ。ちょっと高すぎる気がするな。どうだろう、行く？行って OK、OK でも行った。最高。ちょっと回復しておこうかな。OK、回復レベルアップ。さりげなく回復使ってますんでね、結構レベルアップしてますね。さあ行こう。もしかしたら敵復活してるというか、ロボットがね出るようになってる可能性もあるから、ちょっと怖いんだよね半分。さあリディアちゃんは、リディアちゃんが来てないな。あれ、お前どっから来たリディアちゃん。あんたすげえよ。あ、この辺ロボット固まってるのなかったっけ。あれ動き出したんじゃないの。大丈夫、大丈夫かな。怖いな。ヌチュ&ゼル。あれあれ、俺さっきこう来たぞ。生き方が違うってだけじゃねえかよ。まあ、とりあえずちょっと行くぞリディア。これかな。これではないのか。上っぽい。俺は何のために二度でもさせられてるんだ。飛び降りた方が早いじゃねえか。さあ果たして合ってるのか。なんかずれてる感じがするが気のせいか。これ外に出るんじゃないのこれ。オッケー、外に出ん、何。ああ、ここ罠あったんだ。まあいいや、行こう。出よう出よう。よし、クモさんのところだねここ。じゃあ一応これ行って、何今ダメージ受けたぞ。なんだなんだ、何のダメージを受けたんだ俺は。痛い。意外とダメージ受けんのね、歩いてて。もう敵とかは出ないよね。ここはもう一回クリアしたとこだし。あれ、マップわかんねえよ、これ。よし。はい、では、あとは報告だけかもしれないですね。で、もしかしたら、まあ、他のクエストもね、いきなり始まる可能性もありますので、まあ、死体を見つけるっていうのもあって、生存者もなんか見つけないといけない的なクエストもあるみたいなので、報告したと同時にまた始まるかもしれないのでですね、まあ、一旦ここで終了といたしまして、また次回その続きね、やっていきたいと思います。では本日ね、スカイリム、結構進んだんじゃないかなっていうところですが、次回は、前回のクエストのこちら消えた探検隊、それと太古の技術ですね、この報告の方をやっていきたいと思います。ではまた次回スカイリム実況よろしくお願いいたします。ソルトでした。